お、気高き千機、マルティナ。次のエピソードはマルティナちゃんですね。あ、ちゃんとバニーガールのままだ。グロッタの街、ようやくたどり着いたわ。おい、あんた、見たところ旅の者だろう。誰だ？あの町は今ひどい有様だと聞くよ。命が惜しけりゃよそへ行くんだな。グロッタの街もなんか。ご忠告どうもありがとう。けれど、そういう場所だからこそ、私はあの街に行かねばならないの。この闇に覆われた世界で、苦しんでいる人たちを助ける。それこそが、私の使命だから。さすが勇者一行の一人。やれやれ、こんな世界になっちまって、みんな自分のことで精一杯だってのに、人助けなんてご立派なこった。まああれだよね、やっぱ自分たちの力が及ばなかったからこみんそ。なだって、もし生きていればきっと同じようにしているはず。そうだね。こうして旅を続けていれば、またどこかで会えるかもしれない。そうよね。みんな考えることは同じだね。うわー、マルティナちゃんだ。うわー、すごい。マルティナちゃんを操作できる。めっちゃ嬉しい。よいしょ。え、かわいい。よいしょって言った。ジャンプの仕方がかわいい。よいしょ。26歳だったっけな、確か。26、6、7行く歳わよ。だった気がするけど。全然見えない。うわー、キラーパーさんも目が赤い。戦っていこう。お、蹴った。燃えてんね、地面が。槍だ。どうしようかな。普通に攻撃してみよう。強い。お、結構強いな。サミダレ好きやってみようか。あ、でももう、あれだね。まあ、いっか。やってみよう。さすがに倒れるよね。321だってやば。やっつけた。お、なんか落としていったぞ。魔獣の皮ゲット。なんかマユツナちゃんの武器も変えたいね。そろそろ格闘技覚えさせてもいいんじゃないかな。うわ、魔物がいる。街の中に魔物が。これは一体。おかしいね、確かに。うわ。あらま。俺たちに逆らうと生意気なやつだ。まだ自分の立場ってもんが分かってねえようだな。襲われてる。二度と愚かな考えを持たぬよう、その根性を叩き直してやる。何する気？待ちなさい！怖っ。はあ！お、う、強い。う、さすが。ブギー様に報告だ！ブギー様だって。助けてくれてありがとう。俺はグロッタの町で投資をしてたものさ。どうしてたの？あんた、仮面舞踏会に出場して準優勝したマルティナさんだよな。どうしてここに？有名じゃん。私は人々を苦しめる魔物を退治しながら各地を旅しているの。その道中でこのグロッタの町が魔物に襲われたと聞いてやってきたのよ。話を聞かせてもらえるかしら？世界が闇に覆われた後、妖魔軍王ブギーって魔物が町を占拠して、俺たち人間を働かせ始めたのさ。妖魔軍王だって。元チャンピオンのハンフリーをはじめ何人かの闘士がブギーを倒しに向かったけど、その後誰一人戻ってきやしない。ハンフリーじゃちょっとね、俺心ももとないよなんとね。か一矢報いようと魔物に逆らってみたけど、このざまさ。苦しんでいる人たちを放ってはおけないわ。そのブギーという魔物は私が倒してみせる。でも、いくらあんただって。
ご、覚悟のある目。ブギーはこの町の3階、かつて闘技場があった場所にいるらしい。命が惜しくないなら行ってみなよ。この音楽はドラクエ8の音楽だね。懐かしい。呪われし姫君の音楽なんだよね。どこ行けって言った？ごめん、聞いてなかった。ブギーを倒すなんていかに無謀か、この町に来たばかりのあんたには分かるはずもないだろうな。ブギーはこの町の3階、かつて闘技場があった場所にいるらしい。命が惜しくないなら行ってみなよ。だってさ、ちょっといろいろ探索しながら進んでいこう。わー、建物の中からかすかに声が聞こえてくる。どうやら魔物を押されて隠れている住民の不安の声のようだ。中入れないんだ。ここもじゃあ中入れない。みんな固く閉ざしちゃってるね。買い物はできない様子。うわ、なんかいるし。あ、喋れる。ここは当主の町と聞いとったけ、ちった面白い戦いができると楽しみにしとったんじゃが、歯ごたえのないやつらばかりで簡単に町を占拠できてしもうたわい。暴れたりんのガハハなんてやつだ。で、戦闘にはならないね。孤児院とかどうなってんの？あ、ドラキーちゃん。もともといた子だよね。キュイー、大人の魔物たちがね、この建物は聖なる力で守られてるから近づくなって言うんだけど、たまに楽しそうな子供の声が中から聞こえてくるんだよね。いいな、僕も一緒に遊びたいな。この子もともといた子じゃないの？まあ、立場的に魔物だから、こんな状況じゃ遊ばせてもらえないだろうね。ここは入れるんだ。まあ、いるね、人々が。みんなここに避難してんだ。この孤児院は神の力で守られておるから、魔物は入ることすらできんのじゃ。だからみんなここに避難しとるのさ。で、店の人とか、逃げ遅れちゃったんかな。あ、サイデリアさんだ。マルティナさん、あたいを覚えてる？仮面舞踏会に出場していた当主のサイデリアだよ。ご覧の通り、このグロッタの町は、今や魔物たちの巣窟さ。胎児が地に落ちたあの日からね。この町と関係ないあんたは、早くこの町から逃げた方がいいよ。厄介なことに巻き込まれる前にさ。優しいね。あ、この子は関西弁の女の子だね。ハンフリーさんはうちと約束したんや。絶対に無事に戻ってくるって。せやけど、やっぱり心配やな。マルティナさんって強いんやろ？もしハンフリーさんを見かけたら力を貸してあげてや。だって、魔物だらけなのにここまで来るなんてお姉ちゃん勇気があるんだね。僕も見習って頑張ろうっと。ちょっとね、私やスキルリセットさせてください。ちょっとスキルを振り直そう。格闘に、結構なんか難易度そんなに高くなさそうだから、こんな感じで真空蹴り覚えたりとか、まあ、ゾーン突入率アップさせたり、足払い、ムーンサルト、この辺かな。まあこんな感じにしてみました。おお、いっぱいいるね、人が。あんた、ブギーと戦うつもりなのか？やめとけ、やめとけ、たった一人で勝てる相手じゃないぞ。どうせ奴の姿を見ただけで足がすくんで逃げ帰ってくるのがオチさ。この俺のようにな。そうだったんだ。もしあんたが本当にブギーを追い詰めたなら、その時は俺たちも立ち上がってやるよ。まあ、無理な話だろうがな。遅すぎでしょ。貴重なんてこんなことに自分が情けねえよ。束になっても、叶わなかったってことだよね。よーく耳を澄ませると、ほら、町の上の方でなんだか妙な音が聞こえるんさ。ドッスン、バッタン、ドンドンドンって、一体何をしてんのか気になって夜も眠れないさ。この人あれだね。なんだっけ、田舎から来たって出てきてたね。ああ、申し訳ないが、私は今誰かとおしゃべりする気分にはとってもじゃないがならないんです。なんせ魔物から逃げている時に全財産入った財布を落としたんですから。全財産を財布に入れるな。俺、胎児が落ちる前にみんなに高額な幸運グッズとか売ってたんだけどさ、こんな世界じゃ誰も買うわけないだろ。いろいろ失ったやつを騙すのもさすがに心苦しいし、何かいい方法はないもんかね。あ、ちょっと改心してるね。あ、ここ行けなくなってる。この先はいわば地底の迷宮だ。たった一人で入るのは危険だぜ。ここには行くなって。レベル上げは許されません。待て待て、町には物がいるから家の中で遊んでるんだけど飽きちゃった。ああ、お外に行きたいな。行きたいね、お外。ハンフリードとか戦いに行ってんのかな。あ、寝てる人が。あなたも仮面舞踏会に出ていたの？いくら自分の力に自信があるからって、この人のように無茶しちゃダメよ。
この人無茶しちゃった人なんだ。あ、ミスターハンちゃん、もうマルトヤさんじゃないか。仮面舞踏会で対戦相手だったこのミスターハンを覚えておられるか。あ、カミューとタッグ組んでたね。こんな姿のままで申し訳ない。町を占拠した魔物を退治しようとして返り討ちにあった傷が痛むのでな。もっとも仮面舞踏会の時にあなたから食らった一撃に比べれば大した痛みでもないがね。ははあ、じゃあ結構マルトヤちゃんに勝機あるんじゃない。大樹が怒った後ね、いつも遊んでた友達が急にいなくなっちゃったんだ。みんな遠いところに行ったからもうずっと会えないんだってさ。え、お姉ちゃんもいなくなった友達を探してるの？早く見つかるといいね。うわ、これちょっときつ。いやー、いなくなっちゃったお友達ってきっと死んじゃったんだろうな。かわいそうに。あ、ベロリンマンじゃん。魔物が入ってきても戦えるようにトレーニングは欠かせないベロ。だからすぐに腹が減るんだベロン。もうすぐご飯ができますからね。はい、忙しい忙しい。教会に逃げた人です。逃げてきた人のお世話もしなきゃですし、バタバタ漬けで休む暇もないんですよ。大変だこの人も。あんたもちょっと自分で作りなさいよ。ね、もうほんと横で見てるぐらいだったら。協力が大事なんだから、こういう時は。おっ、こっちにもいる。兄貴は俺の憧れっす。この町は俺たちがいただいたっす。だからここにいる人間はみんな俺たちの命令に従うっす。お前も油を売ってないで、とっとと上の階に行って俺たちのために働いてくるっすよ。上の階でどうやら働かされてるようですな。ん、なんだお前は。こんなところで堂々とサボってるなんてなかなかいい度胸してるじゃないか。さっきまで言ったじゃん、私君の仲間に蹴り入れたの覚えてないの？もう記憶喪失なんだけど、この人。あ、いるね、アンクルホーン。この階段から2階上がった先に人間どもが働く作業場がある。お前もさっさと行かんぞ。行かんと痛い目を見るぞ。しかし人間どもを働かせてあんなものを作ろうだなんて、さすがはブギー様だ。グハハ、なんか作らせているようですね。ドラクエ5を思い出すな。奴隷にされた人々がいろんなやつ作ってんだね。うわ、様相なんかいっぱいいるね。ここから先はお前には関係のない場所だ。さっさと持ち場に戻りやがれ。もともと持ち場はないです。なんかカジノだ。カジノ作ってますね。あと1000個くらい荷物を運べば今日はもう休め。あと1000個、途方に暮れちゃうよそんなの。この上にある闘技場跡地にはスペシャルな施設ができる予定だ。この町の新たな目玉となる場所だからな。ブギー様が直々に現場を仕切って人間たちに作業を指示してるんだぜ。働け働け。3階の闘技場がなくなっちゃうらしいの。戦う闘士たちの筋肉ももう見られないと思うと緩む希望もないわよ。だけどそこにいる見張りの魔物はなかなかいい筋肉してるのよね。そんなこと言ってる場合か。でもそうやって現実逃避してらんしないとやってらんないよね。ドラキーマ武闘サワー。武闘という名前が付けられているのに全くパンチが足りないっきね。そうだ、オイラ一押しのあのエキスを隠し味として入れるき、空前絶後の大ヒット間違いないし、なしきーよ。どういうこと？なしきーよって、うなっしーよみたいに言うな。あら、光ってる。反応がない。どうやらこの姿は調整中。こっちは、あ、ここだけか。わっ、踊ってる、めっちゃ踊ってる。ヘイヘイホー。はい、ワンツー。魔物たちがなぜか私にダンスを教えろっていうのは一体何のためかしら。めっちゃ踊ってる。よっちょれよっちょれちょれちょれ、あ、ちょれ。むー、なんだお前は。もしかしてブギー様のことを知りたいのか。知りたいです。ブギー様はすごいお方だ。なぜあの魔王様より直々に力を授かった六軍王なんだからな。六軍王だって。俺もブギー様のように魔物界のエリートになるべくこうして地道に頑張ってるんだ。踊ることが。踊るのやめちゃった。ちょれちょれ、あ、ちょれ。疲れたけどもう一頑張り。魔物たち相手に救助をしているのだけど、人間と違ってどれだけ食べても注文が途切れなくてもうクタクタよ。でも魔物たちはこの工事が終わったら私たちを解放してくれるって言ってたわ。絶対嘘でしょ。食べてるし。やっぱ魔物も人間と食べるもの一緒なんだね。こんな虫けらにも慈悲を与えるとは、さすが我らがブギー様だ。まだ幸せ者だな。幸せ者なわけあるか。のんきに踊っちゃって。ちょっとここ行くか。ブギーに直談判してやる。このエレベーターは使えないみたい。階段じゃないといけないんだ。あれ、なにこれ。なんかめっちゃ宝石がいっぱい。この先から不気味な気配を感じる。
ブギーだ、ブギー。うわ、きらびやかになってる。狂ったの町の人を苦しめるブギーとはお前のことね。出た。いかにも僕ちんこそロト・ゼタシア一の伊達男、妖魔軍王ブギー様だじゃん。すごいおじゃらけた声。お前が僕ちんに逆らおうっていうおバカさんだね。さあその間抜け面を見せてみな。へえ、うわ悪そう。あブギー、もうどうした、ブギー見とれちゃってる。キャンはゆーい。うわ惚れちゃったんだブギー。キラーパンサーのように艶やかな毛並み、ギガンテスバリに引き締まった筋肉、ボクチンのタイプど真ん中だじゃ。嬉しくない。決めた、君はこの瞬間からボクチンのマイスイートハニーだよ。一生ボクチンのそばにいてちょ。断る。何よふざけたことを。まあそんな格好で言われてもね。そんな可愛い顔で見つめられたら僕ちんキュンキュンしちゃうじゃ。全然聞かんねえ。よし、素敵な君との親睦の証として僕ちんからプレゼントをあげちゃう。ぜひ受け取ってほしいな。何何くれんの。じゃじゃじゃーん、僕ちん特製のバニースーツさ。絶対君に似合うから着てみちくり。着てみちくり黙りなさい。うわ怒っちゃった、マルティナちゃんが。はっ、ブギー。わで、出会ったばかりの二人が触れ合うなんてハレンチすぎるじゃ。まだ君の名前すら聞いてないのに。ほっぺが真っ赤になっちゃって。僕ちんはどうしても君にこれを着てもらいたいだけなんだ。ほら、あれを見て。何？わ、何すんの？あいつらに手を出されたくないなら、このバニースーツを着てくれないかにゃ。汚い。嫌だ。いいの？僕人特製バニースーツ。断ると二度と見られないかもよ。本当にそれでいいの？どう、着る気になった？まあ着てやろうか。なんか多分特別なんだろうな。おおほー、ブギ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 。何？それで着替えられるの？おほお青になった。くわー、最高に生かしまくりだじゃー。僕人の目に狂いはなかった。素敵なピンクとかの方がいいけどな。さあ約束よ、早く人質を解放して真面目に私と戦いなさい。ブギ、前言撤回、気が変わったじゃん。僕ちん君のこともっと知りたいから二人きりでおしゃべりしたいな。卑怯だな。というわけで。え、何すんの。ブギー解放してよ。僕ちんと可愛い子ちゃん以外のやつらはみんな吸い込んじゃってちゃ。解放すればいいじゃん普通に。何そんなことすんの。承知しましたわ、ブギー様。誰？あ、約束を破ったわね、卑怯者。まあ魔物だからしょうがないか。怒った顔もプリティだね。大丈夫、君だけは吸い込まないから安心して僕ちんのそばにいてよ。脳内お花畑だな、もうブギーは。いけない。あら、あ、君は、君だけはそこに入っちゃダメだよ。入ったらどうなんの。ちょっと早く。ああ吸い込まれちゃった。
おバカだな、ブギーも。おい、何ここ。なんか変なとこ出た。しかもなんかちょっと青さがなんか鮮やかだな、すごい。あ、普通の色の方が良かったな。あれ？あ、ここもグロットの街っぽいね。別次元の。何してんの？やだ、もう戦いたくない。謝るから許してくれ。ブギーの像がいっぱいあるんだけど。ブギー様に立てついた罪は重い。この妖魔の監獄であと1万回は戦いの練習台になってもらうぜ。うわー、かわいそうに。なんて非道なことを。目がチカチカするな、この画面。抵抗できない人を戦いの練習台にするなんて許さない。やめろ、頼むから余計なことはしないでくれ。なんで？な、お前見ない顔だが新入りか。安心しろ、この人間を殺しはしない。何やってんの？ブギー様に立てついた罪を骨身にしびるまで叩き込んでやるのがこの妖魔の監獄のルールなのさ。じきにお前も同じ目に合わせてやる。自分の順番が回ってくるまでせいぜい震えて待つんだな。ここがどんな場所であろうと見過ごすわけにはいかないわ。よしてくれ。あんたがこいつらに逆らったら俺まで何をされるか。いいから俺のことは放っておいてくれ。そんなに人助けがしたいならこの奥の監獄部屋には俺よりもひどい目に遭った連中が閉じ込められてる。そいつらのところへ。わあ、なんていう子。わかったわ、この奥なのね。この男の人も立派だね。はい、ということでこの奥行って、わあ、なんかいっぱい誰かいるね。お仕置きの準備は楽しいな。さーて、準備が整ったら次のお仕事、お仕置きが始まるぞ。一体誰が選ばれるのかな。なんか処罰状って書いてあるね。ここに閉じ込められちゃうんだ、みんな。ここから先は監獄部屋、足たち魔物の戦いの練習台にする人間を閉じ込めておくための牢獄でさ。おめえさんもそこに入りゃすぐに気がめっちまうぜ。怖っ。悪趣味だね。悪趣味オブ悪趣味だね。うわっ、キッシッシ。ようこそ絶望が支配せし監獄部屋へ。ここにはブギー様に立てついた愚か者どもが収監されている。貴様もさっさと奥にある牢に入り、先に捕まった人間どもと同じように絶望を堪能するがよかろう。キッシッシ。なるほどね。マルチナちゃんだけはここに行かせたくなかった理由が分かった。ここはもう罰を与える人用の場所なんだ。俺は見てしまったんだ、この部屋の奥にある本棚の中にブギー様が日記を隠しているのを。何が書かれているかは知りたいが、勝手に読んだらお怒りになるだろうし、そんなの気になっちゃうでしょ。ブギー様は自分に立てついた者たちをお仕置きするため、忠実な右腕であるメガモリーヌ様にこの場所を生み出させた。メガモリーヌ。お前ら人間もメガモリーヌ様のブギー様に対する忠義を見習ってしっかりと更生に励むんだぞ。さっきの女の人の声が多分メガモリーヌなんだろうね。あ、ここが本だな。ブギー様は恋多きプレイボーイと魔物たちの間でも有名で、下皮実はとってもウブな純情ボーイなんだ。下皮、お付き合いしてるメガモリーヌ様とさえまだ手をつないだこともないとか。いやはや本当にピュアなお方だ。下皮ピュアなんだ。二人の愛の交換日記、これか。ああ、愛しのブギー様、あなたのことを考えると私の胸は会いたくてピクピク震えてしまいます。
なんか嫌だな、これ読みたくない。物事には順序ってものがあるじゃん。まずはこの交換日記でお互いのことを知ってから、魔王様に交際を認めてもらって、その後10年目の記念のデートの時に2人は星空の下初めて手をつなぐんだじゃん。10年越しに手をつなぐんだ。マルティナはそっと本を閉じた。きっつー、これはこれはきついわ。しかもこんなところにマルティナちゃんが来ちゃったら、メガモリヌ様が嫉妬しちゃうんじゃない、嫉妬に荒れ狂っちゃうんじゃないの。もう嫌だ、体中が痛い、助けて。かわいそう。うわっ、やめてくれ。ここにいる奴らは魔物たちに繰り返し戦いの練習台にさせられて、心身ともに疲れ果ててるんだ。俺もすっかり参っちまってるが、こうして助けを求める奴らのためにお祈りしてやってるんだよ。こう見えて俺は神父の資格を持ってるんだ。あ、なるほどね。もうダメだ、魔物にボコボコにされながら、オイラはこんな暗い悲しい場所で生きていくしかないのか。当主として一花咲かせるためにグロッタの町に来たのに、なんでこんなことになっちまったんだ。グロッタに来たのが運の月みたいな。パーク内し特約層、お、特約層やった。うわ、ハンフリーだ。やば、まだ話してない人いるのに。あー、みんなここに。あなたたちは仮面舞踏会に参加していた当主たち、みんな無事だったのね。ああ、あんたもここに落とされたのか。お互いついてないな。あなたたちもブギーに立ち向かい、そのまま戻らなかったと聞いていたけれど、一体何があったというの。俺たちはブギーに返り討ちに遭い、この妖魔の監獄に落とされちまったんだ。ここに落とされたものはね、ブギーに逆らった罪を償うまで魔物たちからお仕置きを受けるの。一人ずつ魔物たちの戦いの練習台にされ、たとえボロボロになって倒れたとしても、それは続くのよ。ビビアンちゃんも捕まっちゃったんだ。なんて残酷なことを。僕たちを異空間に吸い込んで、この妖魔の監獄で戦わせているのはメガモリーヌという魔物らしい。そいつがいる限り、僕たちはここでずっと戦い続けなければならない。毎日毎日恐怖と痛みに怯えながら。それは辛い日々だったでしょうね。マスク・ザ・ハンサムって名前だけすごいシュールなんだけど。でもまだ希望は残っているはずよ。その話が本当なら、メガモリーヌを倒せばここから脱出できるかもしれないわ。倒せるかな。希望か、そんな言葉久しぶりに聞いたぜ。奴らに逆らったところで、さらにひどい目に遭わされるのがオチさ。おとなしくしてたら、いつか奴らも許してくれるかもしれねえ。いいから、もう放っておいてくれよ。気力を失ってるね。でもそれじゃ何も変わらないわ。今立ち上がらなければ。噂で聞いたわ、悪魔の子が魔王を誕生させたせいで世界が壊れちゃったんだって。言いたくないけど、マルティナさんって悪魔の子と旅をしてたのよね。そんな人から何を言われたって。うわー、それ言われちゃうか。それは、そろそろ次のお仕置きの時間だ。またこいつかい。次はお前が戦う番だ。我らがブギー様に立てついた罪、身をもって償ってもらうぞ。いやだ、僕はもう戦いたくない。やめなさい。それほどまでに人間と戦いたいのなら、この私が相手になるわ。面白いじゃない、ボットデのくせに。ほんと生意気なやつね。ボットデは君だろ。この声はメガモリーヌ様。生意気なやつって私大嫌いなの。だから特別に
妖魔の監獄名物地獄のお仕置きラッシュを味わわせてあげる。ブギー様のお気に入りだからってこのメガモリーヌ様は容赦しないわよ。むしろお気に入りだから容赦しないんでしょ、きっと。メガモリーヌに目をつけられちまった。あんたもう終わりだぞ。希望がある限り私は戦う、それだけよ。まあ遅かれ早かれこうはなったでしょうね。何人他人のお仕置きを代わりに引き受けるとは底なしに愚かな人間だな。地獄のお仕置きラッシュは上の処刑場、処罰場にて盛大に行われるんだ。ボロ雑巾のようにボロボロにされてきな。いやー、え、町の話は聞かせてもらったぜ。誰誰だこれ。あんた見かけによらず随分と無謀なやつだな。やつらに勝てるわけないのに。仕方ねえ、たむけってわけじゃねえが、オイラはここに囚われた時にこっそりと自分の持ち物を隠し持っていたな。どうせオイラにはもう使い道もないし、あんたにくれてやるよ。うわぁ、特約層と魔法節1個と爆弾石1個。わお。今渡した道具を使いたければ、ちゃんと袋から出して自分の持ち物に入れておくだぜ。なるほどね。ありがとう。あ、でもちょっと、MP とかも全開してるね。よかったよかった。今回はこの辺で終わりにしようかな。次回ボロボロ雑巾になるのか、それともマルティナちゃんが逆に返り討ちにするのか。もうね、マルティナちゃんご覧の通り闘志燃えてます。メラメラとやる気満々なわけなので、次回ちょっと頑張って戦ってみたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら次の動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。行くわよ。